はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第81回でございます。で、今回のテーマは塾の選び方で、いつから行けばいいのか、そして主役はという感じでね、話していこうと思います。で、前回のダラダラジオでね、次回はちょっと便利な情報をね、皆さんにとって有益な情報をお伝えできるかもっていう話をしたんですが、ちょっとね、最後には話をするんですけど、具体的なものはまだちょっとで言えなくてですね、ただどういうものをこれから提供できるのかっていうのは最後にお伝えしようと思いますので、まあ、そっちの方もね、ちょっと聞いてもらえたらと思います。じゃあ行きましょう。で、今回はもうテーマそのまんまですね、塾の選び方です。で、これは保護者の方からよくいただく質問ですので、まあ、今回ね、特にこの時期は増え始めるんです。多分今後増えていくと思うんですね、去年の傾向から言うと。なので、まあ先に新学期が始まるね、前にこのように伝えておこうと思うんですけども、先にですね、一つご理解いただきたいことがありまして、今回喋る内容は完全に俺の主観です。なのでこれが全てではないですし、いろんな考えがあります。ただ元塾講師で一応教育に携わってる、まあ、ハイチがこう思ってるよっていう、まあ、参考程度に聞いてみてください。まあ、そういう考え方もあるんだねぐらいでね、よろしくお願いします。では行きましょう。で、まあ、塾の選び方ってどう選んだらいいですかってよく聞かれるんですけども、いっぱい話しちゃうとポイントがちょっと、ブレるというかね、はっきりしないと思うので、いくつかすごい端的にね、まとめてみようと思うんですけども、まず一つ目、これは絶対にお願いしてることなんですけど、よく相談された時にね、お願いしてることなんですが、必ず体験授業を受けてください。これは例えば知り合いのお母さんから、あそこの塾いいわよみたいな話あるじゃないですか。保護者同士だとあると思うんですね。で、すごい口コミがいいと、すごい口コミがいいからといって、その自分のお子さんにとってその先生がいい先生か合う先生かどうかはまた別問題なので、必ず体験授業を受けていただきたいっていうのがまず一つで、今はもう 99% ぐらいの塾が体験授業を無料で開いているんですね、やっぱり。で、開いてほとんどなので、必ずそれを受ける、お子さんに受けていただくというのをまず1点お願いしています。で、おそらく、まあ、その時に基本的には体験授業を受けます。そして保護者の方、お子さん、先生3人で三者面談をしつつ、入塾どうですかっていう話になるのが普通なので、まあ、話をする機会があると思うんですね。で、そういう場面に行くと、特にお母さんっていうのは、やっぱり営業された時にやっぱ断れない方が多いんですね。ちょっと押しに弱いというか。だからこそ、そういう場面に行きたくないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこはですね、ぜひちょっとグッと我慢して、山積してほしいというか、そこに行っていただきたいなと思っております。で、断りにくいのも分かってるんですけど、必ずダメだと思うのはダメと言ってください。一番いい方法は、うちに帰って考えますっていうのが一番いいです。はい。その場で即決せずに、家に帰って先生のいないところで子供と本音で話し合ったりとか、まあ、旦那さんとね、話し合うのもありかと思うんですけども、そういったことも取れますので、その場面で、ちゃんと話を聞くと。で、9割以上は子供の意見を採用していただきたいです。子供が行きたいと、この先生がいいって思うんであれば、それで行かせてあげたらいいですし、もしお母さんがタイプじゃないとかちょっと今それは冗談ですけど、お母さんにとってはちょっと話しにくいなっていう先生であっても、子供自身がいいなと思うんであれば、そこは採用してあげるべきかなと思います。はい。で、その三者面談の時にちょっとポイントというか、聞いていただきたいことがあってですね、一番聞いていただきたいのは、その体験授業をした先生が、大体三者面談すると思うんですけど、入塾するじゃないですか。入塾した後に体験授業をしてくれた先生がそのままその担当の先生になるのかを必ず聞いてください。特に個別指導塾、1対1、1対2、1対3とかの個別指導塾ではありがちなんですけども、体験授業をした先生と実際に入塾してから受ける先生が別ってことが往々に起きます。はい、よくある話なので、そこは確認しておいた方がいいです。はい、っていうのがまず一つですね。必ずやっていただきたいことです。で、あとはその三者面談の時にもう一個ぜひ聞いていただきたいのは、塾っていうのは基本的にお金がかかります、やっぱり。はい。で、特に個別指導塾の方がかかります。集団塾の方が安いのは当然なので、個別指導イコール高いって思われてる方多いと思いますけど、その通りです。でもそれは、よく考えてみると当然のことで、
例えばじゃあ同じ60分の授業っていうのをやるじゃないですか。でも集団塾であれば20人30人っていう子供を抱えられるんです。でも個別指導塾であれば同じ60分なのに2人とか3人しか教えることができない。でも塾としては利益を上げなきゃいけないので、その60人で、あ、すいません、60分で稼ぎたいお金が例えば何万円ってあったとしたら、それを30人で割るか3人で割るかで、そういう基本的な考えとして集団で授業した方が1人当たりの、まあ、いただくお金を安く済ませることができるので、集団塾の方が安いです、はい。ただ、講習会ですよね、あの夏季講習とか冬季講習っていう講習会は必ずつきものです。で、その値段も先に聞いてしまった方がいいです。基本的にお金がかかると思って塾は選ばなきゃいけないですし、通わせるにあたってはお金はかかります。で、こう、あの普段の月謝だけではなくて、講習会はだいたいどれぐらいかかるんですかっていうのを先に聞いて、それも含めて決めていただいた方がいいと思っていますので、聞きにくいことと遠慮される方もいらっしゃるんですが、お金のことなのでしっかり聞いてしまった方がいいです。はいですね。で、なんだかんだいっぱい喋っちゃってるんですけどあとですね、あれです、例えば家に持って帰って話し合いをするじゃないですか。お子さんと話し合う場面でちょっと気をつけていただきたいのが、親御さんの先入観というか意見を先に言わないようにしていただきたくて、子供って基本的に気を使う子が多いんですね、やっぱり年頃だったりすると。で、お母さんが例えば先に、あの先生良くないと思うよって、ちょっと違うとこ行ってみないって言ってしまうとですね、子供がちょっと通おうかなって迷ってたりしても、あ、うん、じゃあ違うとこ行ってみるみたいなことも結構起きたりします。これは塾でやっぱ塾講師をやっていて、子供と親御さんがいらっしゃらないところで子供と話したりすると、結構本音で話してくれるとそういうところっていっぱい出てくるんですね。で、そういうことが起きるので、先にどうだった、どう思ったって、親御さんの全く先入観を入れない状態で話を聞いてあげるのが一番いいかなと思います。はい、まあ、ご家庭のね方針もあると思うので、ちょっとね生意気に今いろいろ言ってしまいましたけど、まあ、そんなところをね参考にしてもらえたらなと思っております。で、あとですね、地味なことなんですけど、ぜひですね、トイレの綺麗さを見ていただきたいって俺よく言うんですね、塾を選ぶときに。トイレ貸していただいていいですかって絶対貸してくれますから。それか子供に行ってもらうっていう、はい。で、トイレが汚い塾はやめた方がいいと勝手に思っていて、これもね勝手な意見なんですけど俺の、はい。やっぱりこれね、塾だけじゃなくって普通の店とか飲食店でもそうなんですけど、トイレが綺麗じゃないところって何かしらの欠損があると思っていて、まあ、もちろん元々の建物のね作りとかもあるんで、古いと汚いは違ういますからね、はい。古くても綺麗にしようと努力してるのはいいんですけど、なんか汚いなとか掃除が行き渡ってないなとかって思うところはちょっと避けた方がいいかなと思ったりしております。はい、まあ、そんなところです、基本的な感じは。はい、いっぱいあるんですけど、細かいこともいっぱいあるんですけど、まずはちょっと詰まっちゃった、その点をね意識して選んでもらえたらと思います。で、それと一緒にですね、よく質問されることが、いつから塾って行けばいいんですかってよく聞かれるんですけども、これはですね、これも俺の意見ですよ、勝手な意見ですけど、勉強につまずいてから行くものじゃないと思ってるんです、塾は。俺は勉強がつまずかないように予防するために塾は行くものだと思っていて、つまずいてしまうとですね、勉強ってピラミッドの科目がやっぱり多いんですね。特に今算数、数学とか英語なんかは特にそうですけど、こうピラミッドの下がないのに上はどんどん積んでいくことはできないんですよ。だから特にやっぱ数学と英語ってつまずく子が多くって、中学生とかになると、で、あ、もうまずいなと、で、やっぱりちょっと中学校2年生にもなったし行かせようかしらみたいな風にね、入塾していただく方も多かったんですが、こう確認すると、もう小6の後半ぐらいからちょっともうつまずいて怪しくなってると。で、そうなるとですね、もちろんちょっと必要じゃないとか削除しながら頑張りますけど、でも小6からの復習が必要になるんですね。そっから積み重ねないと注意の内容が乗らないので、そうなので、こう勉強がちょっとつまずいてるなってなってから通わせるよりも、順調にいってるんだけどそろそろ行かせた方がいいかなと思うタイミングで先に打ってしまった方が、手を打った方がいいのかなと個人的には思っております。
ただやっぱり自分も、まあ、子供を育てる身なので、できる限り家で住むんだったら住ませたいじゃないですか、もちろん。で、自分も動画配信をしている身なので、自分例えば動画だけで住むんであればいいと思うんですね。無理に通う必要はないですし、けれどそれはやっぱり親御さんから見てもそうですし、お子さん自身の感覚でもいいんですけども、ちょっとまずくなってきたなと思ったらすぐに行った方がいいです。はい、まずくなってでもちょっと踏ん張れるかなっていうのはあまり期待しない方がいいですね。どんどん勉強って難しくなっていくので、うん、なので、まあ、予防的通うのが一番いいとは思うんですけども、まあ、お金もかかることなので、あれちょっとってなった瞬間に体験授業だけでも行ってみたらいいのかなと思っております。で、最後に主役はと書きました。で、塾に関しては主役は 100% お子さんです。もしね、聞いてくれてる学生の皆があれば、通うみんなです。塾の主役はお母さんでもない、お父さんでもない、その塾の先生でもないんです。なので、主役だからこそ選ぶ権利があります。いい？塾を選ぶ権利がある、意見を言う権利もあるんですけれど、主役だからこそ責任があります。通うからにはちゃんと成果を残す。いい？遊びのために行くわけじゃないので、塾は行くからには絶対に成績を上げるんだって、絶対できないところをできるようにするんだっていう覚悟を持ってぜひ通ってください。そして年頃なので、これは許容はしないんですけど、言葉に出さなくていいです。出さなくていいんですけど、心の中で塾って本当にお金かかるんだよ。本当にかかる。塾講師やってた俺が言うんだから本当にかかるんだよ。で、お金がかかることなので、口に出さなくていいから、感謝の気持ちだけは持っててください。親が言うから通ってやってんだよじゃなくって、そこだけは謙虚に通わせてもらってるって気持ちでいてもらえたらと思います。で、ぜひそのお子さんの中では親が言うから仕方なく通ってるって子もいるんですけど、その状況ではなくって、そういう考えを持ってる子でも、塾の先生次第、先生を変えたり塾を変えたりすると、やっべえちょっと俺塾行ってくるわってなるので、だからそういう先生に巡り会えるために体験授業をね、いっぱい受けてもらえたらと思っております。すいません、ちょっとね、手短に話すつもりだったんですけど、ちょっといっぱい話しちゃいましたね。まあ、本当勝手な一個人の意見ではあるんですけども、多少参考になればと思っております。では今回はハイチのダラダラジオ第81回、塾の選び方というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、最初にね、話したちょっと便利情報なんですが、ですね、近日中に、公表できることだと思うんですけど、今自分ホームページをちょっとある方にお願いして作っていただいています。で、そこでは動画を一覧で表示して、探しやすく、まあもちろん YouTube の再生リストもあるんで、あとブログのね、アメブロとかもあるんですが、まあ探しやすくなったりとか、あと一番便利な機能が、自分のこう動画が始まった時に板書映るじゃないですか。何も答えが書き込んでない状態ので、その板書の状態がプリントアウトできるようになります。プリントとして、だからノートに写したりせずにプリントアウトして、そこに書き込んで問題を解くみたいなことができるようになります。で、それを今ちょっとお願いをしてやっていただいているので、それをまた近日中にオープンした場合、ダラダラジオで報告させてもらいますし、一番はツイッターの方で一番にね、報告させていただきますので、まあ、その辺で確認してもらえたらと思っております。そちらもよろしくお願いいたします。では長くなりましたが、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。